い、モニカです。天神サラリーマンのピタマサウの健康生活ということで相変わらずやっております。ちょっと口が回ってないですね。結構久しぶりに、この月曜日か、もう1週間ぐらい経っちゃったんですけど、8日の月曜日から、まあ、自分がよく行っている中洲のホームサウナ的なアビネルさんが、営業復帰したしました。で、なんか回数券的な、やつを、あ、ちょっと取れちゃった。回数券的なやつを発売してたので買っちゃいました。300円安くなったのかな。なんかかなり安くなって、いい感じだなというところで買っちゃいました。60分で500円で、タオル使い放題ですし、まあ、ここかなり、サウナ的には悪くないかなと思ってます。ちょっとこのコロナの間ずっと休んでたんで、代わりにグリーンランドにほとんど行ってたんですけれど、今後はまあアビネルもちょこちょこ行っていこうかなと思います。まあ、ここねサウナ室が普通に広くていいんですよね。水風呂もまあ割と冷ためで、広いですし、まあ、そんなところで定点観測久しぶりのアビネルっていうところでした。以上です。森川でした。